さあ、改めまして素敵なアーティストをお迎えするお供のコーナー、本日スタジオに唐島みどりさんお越しいただきました。よろしくお願いいたします。ちょうど1年ほど前、はい、そうですね、来ていただいたんですよね、はい、素敵なお話、演奏を聞かせていただきまして、その時に、はい、お話出ておりました、はい、小田和正さんのカバーアルバム、はい、リリースおめでとうございます、はい、去年の9月にこちらがリリースされました。すべて小田和正さんの曲をカバーしているアルバムということですね、はいはい、ラブレター。はい、はい、前回も小田さんへの愛などについてもいろいろ伺ったと思いますけれども、はい、今回もこのアルバムの魅力についてぐいぐいと聞かせていただきたいなと思っております。実際もさすがなんですけど、実際これリリースされて、はい、形になって、はい、いかがですか、ご本人として。そうですね、やっぱ音楽のやっぱり小田さんの音楽の世界の深さとか、やっぱりいい曲だなっていうのを思って、それをこう自分が歌えることはすごい幸せですね。小田さんの名曲が9曲、そしてオリジナル、はい、唐島さんの曲が1曲、全10曲のアルバムなわけですけれども、はいはい、これ1000曲、はい、改めてこちら後ろももう名曲がずらりですよね、はい、皆さんご存知の曲だったんですけれども、これ小田さんのオフコース時代の曲も含めて、はい、ソロ名義のものも含めて、はい、全てから選ばれた。はい、やっぱり初めてカバーさせていただくので、なんとか網羅したいなと思ったんですけど、結局出してみるとヒット曲が多くなって、個人的に これはっていうのはちょっと入りきれなかったのはちょっと残念だったんですけど、これやっぱ小田和正一覧表みたいなやつバーンとこうデスクに並んでみんなで会議みたいな、そういういやでも一覧表出さなくてももうスタッフもみんなファンなので、もうポン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 出てくるんですよね。やっぱり名曲がたくさんあるわけですよね。もうそれを書いてるだけでも相当な数になって、絞り込むのすっごい大変でした。で実際にそれを、まあ、曲にして歌って、はい、CD として出すわけじゃないですか、はい、反響っていうのはどうだったんですか。やっぱりね、小田さんのファンの方がやっぱりコンサートよく聞きに来られて、なるほど、もう最後にやっぱりよっしゃってよかったですよとか、なんか歌ってましたねとか一言二言、あとブログの方にコメント寄せてくださったりとか、はい、いますよね、そりゃそうですよね。唐島さんファンからの、はい、こう批評っていうのはもちろんあると思うんですけど、はい、小田さん怖いですからって、ちょっと怖いですよね。怖いです、はい、これは僕も以前お話伺った時には想像もしてなかったですね。でも絶対来ますよね、はい、小田和正さんのファンが必ずいらっしゃって、必ず皆さんおっしゃってきます。はい、小田さんのファンですって、表明なさって確認してきましたみたいな。うわ、でも皆さんからもやっぱりいい反応をいただいてるんですか。はい、でもやっぱり良かったですって、また女性のね、女の人の声で聞くと新しいものが発見できるとか、やっぱりそういう風に言っていただけると、それはそれですごく力強い、なんかエールのようにも感じて、また次もちゃんと頑張ろうとか思えたりするので、はい、嬉しいです。事前に聞かせていただいたんですけれども、本当に僕なんかもやっぱ好きなアーティストがいて、特に日本人で日本語だったりとかすると、こう感化されてしまう部分が、特にあと小田和正さんの歌声、歌い方って印象的じゃないですか、はい、でも唐島みどりさんが全然真似じゃないんですよね、唐島みどりさんなんですよね。そうですね、だからすごい、あとアレンジもストリングスだったり、ね、ギターのすごい色っぽいジャージーな、ね、ピアノとサックスとっていうところもあったりって、はいはい、アレンジも全然違くて、はい、なので改めてこれ曲がいいってこういうことを言うのかっていうのを、僕大人になって今回で小田和正さんの愛情を込めたカバーを唐島さんがしたことによって、なんかそれをすごい感じましたね。そうですよね、もうどう料理してもやっぱりいいものはいいし、また料理するごとにまた新しい発見がいっぱいあって、私自身も歌いながら本当にこう勇気をもらったりとか、やっぱりこうやって頑張っていかなきゃいけないなとか、いろんなことをこうメッセージをもらいながら今も歌ってますね。今回一緒に制作なさった方を小田和正さんのバンドのベーシストの、はい、ベーシストの有賀信夫さんって、ね、もうでも本物ですよ、だからその小田さんの空気感を失わずに、でも唐島さんの雰囲気、ムードも取り入れて、そうですね、でもあえてサウンドはその小田さんのサウンドに寄り添うのではなくて、本当に独立したものとして、作品作って完成したものをまた別に作っていこうっていう話をしていたので、本当にストリングスにこだわって、今回本当に詩とメロディーを中心に皆さんに改めてまた新鮮に聴いていただきたいなっていう
気持ちでレコーディングしました、うん、ピアノと唐島さんだけで素敵な唐島さんが弾かないんですよ。その弦楽器と混ざるこの声が混ざるのも新しく、唐島みどりさんのファンとしても新しいですし、ぜひですねこれ皆さんに聞いていただきたいなと。そうですね、レコーディングもほぼ一発録音でやったので、ですからもうその自分の緊張度とかそういうのもそのままも CD の中にこう入っているので、その辺のもうライブ感っていうのも楽しんでもらいたいなと思います。小田和正さんレベルだからこそファンがミュージシャンだ、ミュージシャンのファンがミュージシャンだっていうこの奇跡が起こってて、そのこの中に入ってるあの唐島さんのこの曲でこういうふうに思いましたっていうのも読むと、もうミュージシャンなんだけどファンの気持ちをすごく持ってる、もう唐島さんでしか出てこない文章が、ぜひ読みながら聞くとまたドキドキして、ね、はい、ライナーノートもぜひ読んでいただきたいです、はい、そして今週末には横浜でライブが予定されているということです、はいはい、こちらはどのようなライブ、はい、去年もねちょうど今ぐらいの時期に赤レンガの方でコンサートさせていただいたんですけれども、まあ、冬は冬でちゃんとクリスマスコンサートが、それとも全然違う夏らしい浴衣でゴーという副題が今回ついてるんですけど、浴衣でゴー、はい、私もステージ浴衣を着て、そして皆さん の, リクエストをもうピックアップして、で私の曲じゃない曲もちょっとトライしながら曲を聴いていただいたりとかして、リクエストにお答えいただけるんですか、はい、ちょっとラジオみたいな感じですね。あ、そうですね、それぞれのエピソードも紹介しつつ、はい、歌を歌います。前回も何かリクエストがあって、ありました。やっぱりアラフォー世代の方多いので、はい、中森明菜さんとか、はい、薬師丸ひろ子さんとか、本当に聞いてみたい、はい、これはやっぱり小田和正さんのカバーの影響が出てるのかもしれないですよね、もうますます唐島さんの他のも聴いてみたいって思ったり、そうですね、で本当に私も歌ったこともないようなって知らない曲もあったりするんですけど、はい、でもファンの人ってすごい大きな目で見てるので、意外とそういうところから、あ、これ歌えるかもしれないって、もう発見もすごく多くて、今回もちょっと楽しみにしててください。見た目にも音的にも楽しい感じですね、はいはい、今週末14日の日曜日ですね、夕涼みコンサート2013夏だ浴衣で GO、 会場は横浜赤レンガ倉庫で午後4時開演です。チケットは残りわずかということなので、はい、ぜひとも皆様お早めに、はい、お求めお問い合わせはキャピタルビレッジ電話03-3478-9999、こちらですね、キャピタルビレッジ電話03-3478-9999となっております。はい、それではですね、ありがとうご覧の皆様に、唐島さんのメッセージをお願いいたします。はい、本当に去年出させていただいて、横浜の方からいろんな反響もいただきまして、私もますますなんか好きになって、で今日もまた番組出させていただいたのも嬉しいですし、本当にコンサートも横浜でたくさんしていきたいなと思いますので、ぜひ皆さん応援してください。そしてですね、なんとありがとうご覧の皆さん、ラッキーですよ。ラッキーです。今日はラッキーラッキー。前回ですね、リリース前に小田和正さん確かなことを先行披露して、はい、生放送でしていただきましたけども、はい、今日はですね、この選び抜かれた選曲に入っていない小田和正さんの名曲、マイホームタウンを、はい、ありがとうのために特別に、実は去年見た方が、唐島さんマイホームタウンがあるのにっていうのを言われて、はいはい、そうなんだと思って探したらぴったりの曲があったので、今日はこの曲を練習してきました。なんという贅沢、練習してきてくださった。早速、はい、お前の方をお願いいたします。よろしくお願いいたします。